こんにちは。10月7日木曜日です。今日はですね、久しぶりに気になるニュースの方ですね、読んでいきたいと思います。まあいつもとね、あんまり内容は変わらないんですけれども、まあ最近この手の報道がどんどん出てきているということで、まあご存知のね方も多いかと思いますが、まあ改めて、こういった情報をお届けしていきたいと思います。では、早速内容に入ります。もう隠しきれない品薄、物流混乱、労働力の不足、この状況は来年の春になっても収まらないのかということで、主要メディアも商品が不足していると報道した、し始めている状況です。2021年の初めに主流のメディアは、2021年のね、今年の年末までにはアメリカの経済は好景気になりますというふうに断言をしていましたが、明らかにそうなっていません。むしろ私たちは深刻な物資不足と猛烈なインフレに直面しています。実際ある指標では過去40年間で最も高いインフレ率を記録しています。で、このね、過去40年間で最も高いインフレ率というのは、あのニュースの記事がありますので、そちらをね、説明欄の方に貼っておきます。では内容に戻ります。しかしそれ以上に心配なのは、全国各地で、これアメリカですね、アメリカの全国各地で品不足が深刻化しているということです。このような事態はかつて経験したことがなく、主要メディアは最悪の事態はこれからだというふうに公言しています。ということで、例えばですね、まあ、こういった内容の記事があるんですけれども、覚悟してください、少なくとも来年の春までは続くであろうサプライチェーンの問題のために、お気に入りのホリデーフード、まあこれ祝日の時、まあ感謝祭のこととかね、クリスマスのこと言ってるんだと思うんですけれど、そういう時に食べるね、まあ特別な料理、年末年始のね、お正月のおせち料理みたいな感じなんですけれど、そういったお気に入りのホリデーフードや話題のおもちゃ、ギフトだけでなく、コーヒーや靴などの基本的な生活必需品まで、全てを手に入れるのは難しくなるでしょう、というようなね、ニュースの記事があったりですとか、あとはですね、オクラホマ州立大学のフードエコノミストであるロドニー・ホルコム氏は、トゥデイの取材に対し、トゥデイっていうのは、まあ、アメリカの、まあ、ニュース番組なんですけれど、トゥデイの取材に対し、メールで次のように語っています。缶詰の不足が予測されますが、これは実際の食品よりも容器の不足に関係しています。アルミニウムの入手は依然として懸念されているので、すぐに食べられる缶詰を店頭で見つけるのは、今後より困難になっていくかもしれません。と、ホルコム氏は述べています。ということで、あとはですね、肉類の供給もどんどん厳しくなっています。アメリカ国民がこの事態を把握し始めれば、かつてないほどのパニックショッピングが発生する可能性があります。ということで、まあ、食品に関してはね、こういったことが今、報道され始めています。で、一方、チップの不足は世界全体に大きな影響を与え続けており、すぐに終わりそうにはありません。CNBC、これもニュース番組の名前ですね、CNBC によると、ある専門家は2022年以降も続く可能性があるというふうに警告しています。半導体チップの不足は他の何千もの産業に深刻な影響を与えています。チップが不足すると、自動車メーカーは十分な数の自動車を生産することができず、その結果販売台数は大幅に減少しています。ということで、日本のね、トヨタ自動車も減産を発表したのは、まあ、まだ新しい話なんですけれども、欧州の自動車メーカーも大きな被害を受けているということで、フォルクスワーゲンとかフォード などがですね、このチップ不足という問題のために、工場を一時的に閉鎖するということで、オペルっていうね、最近は日本ではちょっと見ないかもしれないんですけれど、オペルの工場は2022年まで、閉鎖するということになっているそうです。
で、ヨーロッパの方、特にイギリスですね、ガソリンパニックというような状況が今発生してしまっているようで、ライブの方でも少しお話ししたんですけれど、ガソリンタンクを運ぶ人がいないので、まあ、ドライバーが、ね、不足しているということで、その不足を補うためにイギリス軍が、出ているということだそうです。で、ガソリン不足、天然ガスや電気代が、高騰しているということで、食料品の不足や必需品のパニック的な購入により物価はさらに上昇、この状況が悪化し続けているということで、このような状況の中ですね、イギリス国内の食品のサプライチェーンがもう大混乱に陥っているそうなんですが、ちょっとですね、信じられないようなひどいニュースが一つあって、このような労働力不足のために、なんとですね、これイギリス国内の話でいいと思うんですけれど、イギリスの国内でですね、約12万頭の豚が、殺処分される可能性が出てきているというふうに警告があるそうなんですね。で、これどういう理由かっていうと、スペースの問題、あと餌の問題、餌代の問題なんだそうです。要するに出荷するためには、まあ屠殺という形でね、お肉を処理して、で、まあ、パッケージして、で運んでもらって、お店に並んで売られていくっていう形になると思うんですけれど、今はね、なんですけれど、結局、その処理を行う労働力もなければ、その、運ぶ人、ドライバーさんもいないし、で、これもちろん冷蔵だったり冷凍だったりっていう形で、スーパーまで運ばないといけないんですけれど、天然ガスが高騰しているということで、二酸化炭素が不足しているので、今その冷蔵するためのドライアイスが必要になってくるわけなんですけれど、それを作るための、二酸化炭素が作れないそうなんですね。で、冷蔵冷凍することもできないので、結局運べない、途中で傷んでしまうということで、でもその間に豚さんはね、どんどん増え続けて、で毎日ご飯食べなきゃいけないじゃないですか、死んじゃうから。でさらにどんどん大きくなるからっていうことで、その場所がね、豚さんのこの養豚場の場所がどんどんこう狭くなっていくっていうことで、出荷するわけではないけれど、スペース上、あと餌代の問題ということで殺処分するんだそうです。それがね、12万頭もいるっていうことで、もうね、私はこのニュースをちょっと聞いた時に、もう何たる人間のね、傍若無人ぶりだろうと、もう本当にね、もうなんか本当にね、生き物に対してね、もう申し訳ないなっていう思いでいっぱいになりましたね。もう本当お肉食べられないなって思ってしまいました、このニュースを聞いてね。もう本当にね、これはおかしいですよね。もうどうにかしないといけないって思うし、今までね、それに気づかなかった自分も本当にね、情けなかったなと、反省しなきゃいけないなってすごく思いました。そして、その、ね、原因の一つである労働力の不足なんですけれども、今ですね、ロサンゼルスやニューヨークの港に停泊しているもう何十隻もの、ね、貨物船、コンテナ船ですね、今この船が港の中に入るために、その待っている時間っていうのがだいたい4週間ぐらいなんだそうです。もう衝撃的な待ち時間っていうふうにニュースの方には載っていて、で貨物を降ろすための人手が不足しているため、トラックなどの輸送ルートは絶望的に大渋滞を起こしていると。で専門家によると、政府が介入しなければインフレや失業率の急上昇に直面するだろうと警告が出ているということです。壮大なサプライチェーン災害の真っ只中にいるわけですが、リーダーたちはこの混乱から抜け出すための解決策を全く考えていないように思えてなりません。長い間、物資不足と暴走するインフレについての警告がいろいろな場所で出てきましたが、今では主要メディアでさえ、CNN とかあっち側のね、メディアっていう意味ですけれど、これらの主要メディアでさえ今後数ヶ月のうちに事態が悪化するであろうということを認め始めています。もし手に入れたいものがあるのであれば、今のうちに買いに行くべきでしょう。明日では遅いかもしれないのだから、ということで、ここまでがね、記事の内容になります。
で、ここからはですね、まあ、私の個人的な、まあ、意見というか雑談というかなんですけれど、昨日ですねちょっと思ったことがあります。でそれは何かっていうと、その品薄インフレで経済崩壊でこういろんなものがなくなるぞ、今のうちに買っておくぞみたいな、この報道が始まるっていうのは、これってまだ日本ではね値上がりしますよぐらいの報道で今終わってると思うんですけれど、まあそろそろね、まあ、年末にはさすがに皆さんちょっとあれやばいかもって気づいてね動き始めるんじゃないかなっていうふうに思うんですが、この報道ってもしかしてその人々がね奪い合うようにそういう方向に持っていかれてるんじゃないかなって、そういうふうに仕組まれてるんだなって思ったんですね。あーしまったやられたってちょっと思ったんですけれど、まあ、要するにですね、その、まあ、物を減らして、その食料とかね、まあ、いろんなものをこう減らして、必需品と言われるものを減らして、その人々のね奪い合いっていうものを仕組んで不和の念っていうのを増やすんだろうなって思いました。うん。でじゃあね、その争いの元になってしまうような備蓄とか、その備蓄をするための買い物っていうのはじゃあ不要なのかと、しない方がいいのかといえば、それはまたね私違うと思うんですね。でこれはいつもお話ししている通り、ある程度の備蓄っていうのは必要だと思うんですね。で特に小さいお子さんがいらっしゃるご家庭では必ず必要だと思うんです。でまあそのことを言っているのかなっていうような文章が筆跡新知の方にも出ていて、ちょっと正確な文章は忘れちゃったんですけれど、今のうちに草木の根や葉を日に干して蓄えておけよと、これはまあ食べ物をね今のうちに少し蓄えておきなさいよと。で、その一方で、たくさん持つものは気の毒できるぞっていうふうにも書いてあるんですね。でこれは、私はですね本当に必要な分だけ蓄えなさいって、持ちすぎるものは不幸になるよっていうふうに言ってるんだろうなと解釈しています。食品や生活必需品、あるいは医薬品みたいなものがこうどんどん不足していくと、奪い合いっていうことが発生して、治安は悪くなっていってしまうと思うんです。でもそうなってしまったら、それってあっち側がね仕組んだことにまんまとこうはめられて、向こうの思うツボっていうことになっちゃうので、それはちょっと避けたいなと。で、それを避けるために、まあ、私がね個人的に出した答えというのは、少ないものでも生きられるようにしておくということで、プラス自分の食欲もきちんとコントロールできるようにしておくこと、その部分に気づく人がこうどんどん増えていってくれれば、きっとあそんなに食べなくても体って大丈夫なんだ、あむしろ健康になっちゃった、薬もいらなくなっちゃったとか、あこんなにも買わなくてもよかったねって、こんなに持ちすぎなくてもよかったね、物が多かったねっていうことに気がつけば、その環境への負荷もきっと減っていくと思うんですよね。でこういったことにね気がつく人が増えれば増えるほど、どんどん神代になっていくんじゃないかなと思います。もうほんとね、物を減らして物流を止めてってやってますけれど、支配者の人たちね、多分自分たちで自分たちの首絞めてるだけだと思いますよ。だってそれをやることによってこう強制的にね、少なくても意外と大丈夫だったって気がついちゃう人が増えるわけだから、やっぱり人たちは自分たちでなんか足を引っ張り合って、やっぱり悪は自滅するぞってね王室く信じても言っていたので、まあ、その通りの流れになってきているんじゃないかなというふうに思っています。ですので確実に神代は近づいてきているなと、実感している毎日で、私はあんまり不安にはなっておりません。ということで皆さんもねそんなに不安にならなくて大丈夫だと思います。では今日はこのあたりで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。